今回はフランスの空母、シャルル・ド・ゴールを解説してみるぜ。次の動画ネタに関する投票を、YouTube のコミュニティや、Twitter や、ブログでやっているから、そっちもよろしくな。その他、リクエストのコメントもよろしくお願いします。シャルル・ド・ゴールは、フランスの原子力空母。1960年代前半、フランス海軍では、クレマンソー級航空母艦が2隻就役していた。この2隻が退役した後の後継艦がシャルル・ド・ゴールだよ。クレマンソー級航空母艦の1番艦のクレマンソー派、ユーゴスラビア紛争を最後に、1997年に退役。クレマンソーの退役後、スクラップ目的で売却されることになったんだけど、700トン、あるいは、1000トンもの、大量のアスベストが残存することが判明。当初は、スペインでアスベスト除去作業を行う予定だったが、業者がアスベスト除去作業を、費用が安いトルコでやろうぜ、という感じに、無許可で計画変更をしたことから、トルコ政府が受け入れを拒否。このため、フランス国内でアスベスト除去作業を行うことになる。その後、フランスでの作業で、アスベストが45トンにまで減った。2005年12月31日、インドで解体作業をするため、クレマンソーは軍港を出港。しかし、1週間後の2006年1月6日、インド最高裁判所が、アスベストの残存量について確実な情報がなく、有害廃棄物の移動に関するバーゼル条約に違反する疑いがあることから、2週間後に最終決定を下すまで、インド領海への侵入を禁じる、と宣告。さらに、1月15日に、クレマンソーがスエズ運河を通行中。環境活動からの、クレマンソーのインド開港は不当である、という申し立てに対して、フランス国務院が、クレマンソーをフランス領海に戻せー、と主張。これを受け、ジャック・シラク大統領の指示で、結局、クレマンソーはフランスに寄港することになったよ。2009年2月、イギリス北東部のハートルプールの造船所で、ようやく解体されることが決定。そして、たらい回しの末、クレマンソーは2011年に、やっと解体が完了したよ。2番艦の、空母フォッシュ、は、37年間フランス海軍に在籍した後、ブラジル海軍に売却された。その後、空母サン・パウロ、と改名。こっちも2017年2月に退役したよ。フォッシュは無事に売れたけど、1番艦のクレマンソーは、アスベスト問題で大変だったね。みんなも空母を解体するときは十分に注意しようねー。ああ、そうだな。そんなこんなで、1970年代半ばに、後継艦の研究が開始。1989年4月に、フランスの造船企業、DCNS の海軍造船所で建造が始まる。当初は、ルイ13世の宰相であった、リシュユーの名前が付けられる予定だったけど、かつてのフランス大統領、シャルル・ド・ゴールのことが大好きな、ジャック・シラク首相の介入によって、変更されたよ。フォッシュの退役に合わせて、当初は、1996年に就役させる予定だったけど、冷戦終結による予算削減の影響で、工期が遅れてしまう。さらに、1996年に、
原子炉の強度不足が発覚し、補修。また、2000年に、波搭載予定の、E2、早期警戒機を運用するには、アングルド、デッキがやや短いことが判明したため、これを4メートル伸ばす工事を行うなど、予定外の工事で収益は遅れた。2000年9月には、大西洋横断中にプロペラブレードを1枚失い、修理のためドック入りとなる。なんやかんやで、2001年5月18日に、シャルルちゃんがようやく収益。ちなみに、2018年に発表された軍事計画によると、シャルルは2040年までに廃止される予定だそうな。2020年3月現在、シャルル、ド・ゴールは、アメリカ海軍以外では唯一の原子力空母だよ。レーダーや艦載機、艦対空ミサイルなどは基本的に国産となっているが、早期警戒機として、アメリカの E2C を輸入している。搭載機数は、約40機で、フランス産の戦闘機、ラファール、や、同じくフランス産のヘリコプター、SA-21、シュペルフルロン、などがある。このラファールも、いろいろと揉めに揉めた戦闘機なんだよね。1980年代初め、西ヨーロッパ諸国で、戦闘機を共同開発する計画が出た。みんなで作ろうや、という流れになったけど、フランスは、自国産のエンジン、に執着していた。フランスは自国の、サフラン社、の、M88 エンジン、の採用を強く主張。しかし、より高性能な国際共同開発の、ユーロジェット、EJ200、を搭載する。ということでフランス以外の国では、話がまとまっていた。どうして、フランスが自国のエンジンの採用に執着したか？というと、当時のフランスのスネクマ社は、経営状況が思わしくなく、M88 エンジンの採用に、会社の存亡がかかっている、と言っても過言ではなかった。また、核弾頭、ミサイル、原子炉のすべてを国産した核戦力同様に、全方位戦略の後ろ盾としての、外国の意向に左右されない自国製戦闘機用エンジンの確保、という理由もあった。他にも、陸上基地から発着する、空軍機としての運用、を主眼としていた他国と異なり、通常離着陸機のシートウエル空母を2隻保有していたフランスは、海軍機としての運用も考えていた。そんな運用方法の違いもあり、フランスと各国は揉めに揉めた。結局、フランスは自国で、新戦闘機開発を行うことになったよ。ぼっちで戦闘機を作ることになったフランスは、予算削減などのトラブルに見舞われながら、2000年12月から、ダッソー、ラファール、の運用を開始。そしてこのラファールは、いざとなったら空母から発進して、核ミサイをぶち込むことになっているぞー。冷戦終結後のアメリカ海軍では、空母の核兵器は下ろされたけど、現在のフランス海軍の空母は、搭載する航空機に核攻撃能力を与えていて、原子力潜水艦の戦略核兵器と合わせて、重要な任務の一つとされている。ちなみに、2019年現在、核兵器を所有している国で、空母に核兵器を搭載している国は、フランスのみだよ。そんな核ミサイルをぶっ放せるシャルル、ド・
ゴールは、アフガニスタン紛争の支援や、過激組織イスラム国への空爆作戦などに投入された。今も元気よく運用されているけど、そろそろ後継艦とか、補助的な空母作らない?という話もあるよ。ちなみに、1970年代頃にも、フランス式空母、パニ、が計画されていたよ。イギリスと共同建造しよう、という話だったけど、動力や運用思想の違いから、結局、白紙になった。そんなわけで、次の空母もフランスだけで作るのかもね。まあでも、ちょっとだけ、イギリスとかと協力したら?お断りします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。動画の他に、リアルチート野郎シリーズっていうのも作ってるから、そっちもよろしくだぜ。詳しくは、説明文のリンクをクリックしてくれ。